今回は木漏れ日ミケラさんをご紹介します。木漏れ日ミケラさんに関するキーワードはスーパーコスプレイヤー、ゴリラ顔の JK、 峰富士子で大バズりです。ちなみに例のサイズは公表されていないですが、ポテンシャル的に H カップ以上はあるのは間違いなさそうです。それではキーワードを含めてご紹介します。木漏れ日ミケラさんは特大のビバストが光り輝くコスプレイヤーさんで、ツイッターではムッチリが炸裂したセクシーなコスプレをたくさん披露していらっしゃいます。コスプレ会場で木漏れ日さんがいたらカメラ小僧はちっともその場を動かなくなって撮影に没頭しそうですね。仲良くなりたいものです。キャットスーツでダイナマイトボディの谷をあらわにした峰富士子ちゃんのコスプレや、服を隠し上げランジェリー越しにダブルメロンを見せつけたショットなどなど、たまらん自撮りが多数ございます。顔も大きな瞳が印象的な清楚美人で、目の保養が過ぎるコスプレイヤーさんとなっています。今後ぜひ週刊誌などのグラビアにも挑戦していってほしい圧倒的な逸材お姉さんとなっております。今や誰がどう見ても美女なわけなんですが、高校時代は部活に明け暮れてあまり自分の見た目を意識していなかったそうです。ニュースサイトの取材記事では当時の姿をゴリラ顔の JK と自分を下げた発言をされていましたが、そこからメイクや衣装、写真撮影時のポージングなどを研究して現在のスーパー垢抜け美女に大変身を遂げられたのです。最近峰富士子のコスプレが大バズりされています。なんか本物の富士子ちゃんよりもバストがすごいことになっている気がしますね。ツイッターやインスタグラムではいろいろなコスプレが見れるので、ぜひご覧になってみてください。木漏れ日ミケラさんのことが気になった方は概要欄に SNS の情報などを載せていますので、ぜひ見ていってください。それでは次の携帯の方の動画でお会いしましょう。ご覧いただき本当に本当にありがとうございました。